ここが上倉神社、はい、はい、早玉大社の拙者になっておりますが、元は早玉大社の根本と霊場だそうです。はい、ごとびき岩があるそうです。うん、はい、あの火を燃やして、うん、階段を駆け下りるんですって。すごいことしますね。すごいですね。はい、これまさにあのイスラエルのあれですね。古代イスラエルのあのそこから始まってますね。うん、石段ですね。うん、何かこう古さを感じさせる石段です。はい、登っています。おはようございます。おはようございます。ここ松明を引っ張りながら、はい、駆け下るって駆け下るそうです。うん、向こうに女坂ってありますね。はい、火の神社、火の神社と火の神社、はい、中の地蔵、ここは中間で地蔵さんがここに祀っている。まだまだありますよ。はい、最上の高倉神社、はい、ここは岩倉になっているんですね。はいはい、入っています。あ、手水がありました。はい、上倉神社の手水鉢。栃木県の那須城主の大関高松さんが記事になさったと。はい、これね、これ下の岩も天然自然な岩ですよね。ね、こういう風にね、岩で、はい、そしてその上にね、大きい岩倉があるんですよ。そしてそちらの左側にお宮のように行ってみましょう。はい、高倉神社、熊野三山の根本神社だそうです。熊野の天空地をはじめとして、水、光、空気、さらに万世万物と人々と諸霊の上に働かれます神と神々と諸神霊様の御働きに心より感謝を申し上げますとともに、深い敬慕の念を捧げます。願わくば熊野の天空地、万世万物と人々と諸霊の天命が全うされて、ひいては神と神々と諸神霊様が御親の神様の敬礼を実現するために、さらに大きな御働きをされますようお願い申し上げます。人間は本来神の分け御霊であって豪商ではなく、常に守護霊守護神によって守られているものである。この世の中のすべての苦悩は、人間の過去世から現在に至る誤ってる想念がその運命と現れては消えていく時に起こる姿である。いかなる苦悩といえど、現れれば必ず消えるものであるから、消え去るのであるという強い信念と、今から良くなるのであるという善念を起こし、どんな困難の中にあっても、自分を許し人を許し、自分を愛し人を愛す、愛と誠と許しの権行を成し続けていくとともに、守護霊守護神への感謝の心を常に思い、世界平和の祈りを祈り続けてゆけば、個人も人類も真の救いを体得できるものである。世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように、私たちの天命が全うされますように、守護霊様守護神様ありがとうございます。熊野の大権現様ありがとうございます。
ガハーイこと菊川聖珍道師様、ありがとうございます。ハバラータババジこと雨のワハルノミコト様、ありがとうございます。ハカアッサカムことサキアサイババ様、ありがとうございます。日の本天正大神こと炎の行者様、ありがとうございます。大峰仙人をはじめとしてあまたの天狗様方、行者様方、その眷属の皆様方、ありがとうございます。ガチホコリュウシー先生、ありがとうございます。ゴイマサヒサ先生、ありがとうございます。親なる神様、ありがとうございます。常連さんに正直ここから高倉神社、ここから紀州の町々が一目で見渡すことができます。